はい、皆さんこんにちは、ペツでございます。ティーズスカイラインですね、セカンドシーズン86回目やっていきましょう。で、だんだんね、ちょっと工業地帯を東へずらしていくというね、三段でやっておりますので、まずここの道を削る。線路がマシになってくれれば、宅地を建てていきます。バスもね、走らせて、で、今度はこの、もう一個ずれちゃうんで、バス路線カオスな引き方してんな、我ながら。あ、そっかそっか、ここまではね、一応バディラの建物やね。で、歩道橋が非常に。マシかな思ったけど、最初はここの出口がものすごく混んでてね、してね、バイパス作っちゃおうっていう手もあるんですけど、
霊柩車がびっくりした。大門軍団かと思った。セドリックとかね、あれのパトカーね。初期の頃やね。開いちゃうんか。じゃあ。
せやな、このやっぱ高速周りがうるさいから。この駅前は全部もうオフィス街にしちゃいましょう。もうちょっと一節やね。まあですね、
な。こっちは相変わらず、あでも解消したな渋滞。いつの間にかここだけやね。あとはい、それでは今回はこれぐらいで終わりましょうかね。もうね、シフトチェンジも始まってるところですから、せかしてはいくあれではないと。はい、では、お別れしたいと思います。まあまあ最初はね、限られた区画の中でやってたんで、まあどうしてもこんな感じになっちゃうんですけどね。